誕生日に贈る言葉。3月15日生まれの誰からも好かれるあなたに。キキ物語。3月15日生まれのあなた、お誕生日おめでとう。この日に生まれたあなたは豊かな想像力と鋭い直感力を持っています。さらに安定と協調が人生の重要なキーポイントだと思っています。人当たりがよく謙虚なので誰からも好かれるタイプです。成功のチャンスに恵まれており、価値を見分ける鋭い感性もあり、経済的な安定を人生設計の中に掲げています。行動も大胆で、ある程度は権力と名声を得て注目されますが、一度に多くのことに手を出しすぎて優柔不断になる傾向があるので注意しましょう。支配性のサソリ座に太陽がある影響から、好奇心が強く何でも自分で試してみたい性格です。未知のものに対しても興味を持ち、新しい考えを模索したり事実を探ろうとします。人間的にもっと成長するためには困難を克服する力をつけましょう。持ち前の直感力と想像力が刺激を受けると、相乗効果もあって優れた功績を残す仕事を成し遂げるでしょう。一方、感情の起伏が激しく落ち着きがなく自信を喪失したように見えることもあれば、自信過剰で傲慢な印象を与える時もあります。そのため周囲との確執が生まれ、お互いに反発し合ったりストレスを感じたりと好ましくない状況を招きます。その場合はリラックスして苛立ちや攻撃的な感情を抑えるようにすれば、元の友好的な関係に戻れるでしょう。6歳から35歳までは太陽がお羊座にあるので、その影響で自信が高まり、より自己主張をするようになるでしょう。36歳の時、太陽が牡牛座に入ると、人生の平穏と経済的安定を求める気持ちが高まります。肩の力が抜け、また決断力もつきますが、変化を嫌い、頑固になる傾向もあります。3月15日の誕生花は、矢車草。花言葉は、繊細。ラムサからの今日のメッセージ。普通の人々は自身の絶頂期を忍び懐かしがる。彼らはそこに閉じこもる。誰もそれ以上があるとは教えてくれなかったから。自分もそこに満足して別の何かを探さなかったから。しかしそれらは常に色褪せていく。彼らは頂点から転がり落ちるしかない。なぜならそれは終わったのだから。彼らには理解すべき知恵がなかった。頂点などは決してなく、ただ永遠へと続く登るべき階段があるということに気づかなかったのだ。普通の人々が試作の庭で克服すべきすべての問題は自分自身であることを悟ると、再びここでの生へ戻ってくる。今度の生は自分自身を定義する旅になるだろう。それではあなたにとって大切な今日のこの一日、健やかに過ごせますように。